皆さんこんばんは、四畳半の狼でございます。2022年11月の8日でございます。新壺第2弾、ちょっと出遅れております。取っていきたいと思います。コインがなんとか復活して75万コインでございます。で、新壺来たのがノートルダムの鐘で、常駐粒が追加されております。ということで、目指すはこの期間限定エスメラルダを取っていきたいと思います。さあさあさあ、行こうぜ行こうぜ。全部使うのはあれなんで、まあ、20回60万コインで取れたらいいなと思っております。さあ行きます。取れてる？回ってる？回ってるね。行くぜ。さあまずは確率ズキュン、行こうぜ行こうぜ。おお、20超えてる。行けるね。スッと行きたい。さあまずは1本目いきます。さあ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 、出遅れてるからね、巻き返していきたい。1本目せーのゴー。おー、1本目外すってちょっと微妙ね。とりあえず3回ぐらいちょっと引いてみて様子見。常駐は追っかけなくていいからね。せーのゴー。よしよし来た、よし来た。さあ確率アップは嘘じゃないね。さあ2本目、期間限定エスメラルダだっけ。最後ぜ、せーの、よし、おはしたちょっと顔ビジュアルよくない？今月の新壺の中で一番ちょっといいよ。これが一番いいんじゃない、今月の中で。使い勝手も多分良さそうな気がする。せーの、せい。ああ誰、リーちゃん素朴だな。さあ行こうぜ、せーのゴー。おお、来た、常駐。これタンコブなのかな、これすごいね。がカジモード読みづらい。さあ行きます、せーの、よいしょ。おお、うーん、連続してこないね。もう一個なんかこのエスメラルダってね、この辺だっけ、どこだっけ、あの、なんだっけ、仮面つけたやつ。どれだっけ、この辺になかったっけ、仮面つけてるのは。もうちょっと後ろか、あの、好きなやつ。あ、いないいない、よし、よし、行こうぜ。さあ、これで、行きます。行きます。せーの、よいしょ。枚数セットしてるよね。セットしてるね。さあ、行きます。さあ、もりもり行こう。25万コイン残しか。よいしょ。そうそう、15万コイン残しか。ってことは、まだまだ全然いけるぜ。なんか出が悪いね。新積む確率アップは最初だけ。よし、来た来た来た。来た来た。スキル4ぐらいまでいけるといいな。4までいくと、今回イベント使いやすくなるかな。今回のイベント、あれね、ランキングの中で、チャレンジしてる人が、こう、マークが、ついてるじゃない。でそこをなんかこうね、ヘルプに行くっていう言い方がすごい、そのなんていうの、なんかヘルプに行くっていうかさ、あさりに行く感じだよね、あれね。お手伝いしてもらえてるのも多分いいんだけど、どっちかっていうとハイエナみたいにこうそこばっかりこう狙いに行く感じがあるよね。どうなんだろうね、どうなんだろうっていうの、あれだけど、あれでランキングを見るとまだ始まってすぐなのにめっちゃもうね、得点稼いでる人もね、俺のランキングの中ではいてて、で個人でやっぱりさ、つむともがランキングの数が少ないと、こういうイベントの時ってやっぱりすごい大変だなって、辛いなって思うじゃない。だけど意外とね、こうランキングを見ても時間帯が合わないのか、意外とね、やってる人にこう出会えなくて、結構ね、僕も苦労して、なんかあさりにいけない感じ。待って、25万コイン残し、もうこれでラスト、もう20回も引いた。ちょ、まだか。75万コインあって、60回だから、あ、じゃあ60万コインだから15万コイン残しか。もうちょっといけるね。さあスキル3まで来た。あとはエスメラルダ、
さあ、来い。せーの、よいしょ。おーし、あと2回。あと2回で、来る？さあ、さあ、来て。せーの、よいしょ。焼酎多いな。まあまあ、でもこれをいつかは卒業させなきゃいけないからね。さあ、ラスト1でございます。20回。さあ、さあ、ラスト。スイ、せーの、ゴー。おーし。よし、まあ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 2体とも、スキル3まで来たね。スキル3と1体。ああ同じだ、同じできた、同じだ。やっぱ今月の積むを見ると、ほん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 、これでしょう、これでしょう。さあ、じゃあワンプレイやって終わりたいと思います。さあどんな感じの、おお、あ、見やすいじゃん。いけてるいけてる。これで、ちょっと使い勝手が消去系な感じがあるから、まずは、よいしょ。スキルの発動がどれくらいで、意外と重たい、意外と重たい、意外と重たい。全然発動しない。まだ来た。ほうほう、ほうほう、ほうほう、バチバチ、バチバチ。おー、イエイエイエス、イエスって来たね、最後。最後、イエスって来たぜ。バチバチ消していくね。いいね、いいね、いいね。最後の決めポーズは何だったんだろう。踊り子さんなんだね。ほほほほ、イエスイエス。いや、どうなんでしょう、どうなんだろう。ちょっとイケてるよ、イケてるよ。ほほ、バチ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 消していって、イエス。あ、なんか出た。あ、しょしょしょ。おお、いいじゃんいいじゃん。あ、コンボ。あんなに最後決めポーズまして、までして、ちょっとコンボを決めてくれてるじゃん。バチバチ消していく。オッケー、いいね。もうちょっと笑顔。もうちょっと笑顔だったらなおいいよ。最後。最後、もうちょい笑顔がいいね。もうちょっとニコって。よし。さあ、来た。来た来た来た。来た来た。せいどうなんだろう。かわいいのかな、これ。ちょっと、グッと来たけど、グッと来たけどさ、粒の状態の方が可愛くね、これ。リアル、これきっとアニメもこの顔つきなんだろうね。リアルさんなんだね。あは、せいピーンとなってるよ。待望も出てるし。まあまあまあ、よしよし。なんかちょっと楽しめるね。もうちょっとセクシーでもいいよね。笑顔でセクシーだったらいいね。うんうん。よしよし。バチバチ、バチバチ消して、イエス！いいね。もうこれ、こうちょっとこう鎖骨が出てくれてる感じがあると、もうちょっとおじさん嬉しいな。よいしょ。さあ、これで終了。よし、オッケー。今月の新ツム楽しめた。いやー、育った。レベル2。よし。で、イベントです、イベント。これで、さあ、起きた！地図ゲットからのからのからの外れこれがね、難しいね。はい、というわけで、新ツム5体ゲットでございます。これで多分今月は終了かな？あとは、11月だから、またあれだ、ミッキーボックスがセレクトで来ると思われるので、これは引いていきたい。またコインを貯めて、いきたいです。あとは、コメントでちょっと、いくつかいただいていました、最近の狼さんの時代ルーク、プレイを見てみたいっていうコメントと、あとは、このつむつむ動画が、間もなく500回目を迎える、これにあたって、いい加減ライブをしろと記念ライブをやってくれと、いうコメントをいただいております。この2つちょっと、今月、もう1本、ジェダイルークのプレイ動画上げて500本でライブみたいな形でちょっと計画しております。時間がうまく取れるところを探して、やっていきたいと思います。配信ライブの時間がちょうどいい時間でいけるかどうかちょっとあれなんですけども、久しぶりの500回記念ライブ、企画中でございます。計画中でございます。というわけで、よろしければ、遊びに行っていただけたらと思います。
以上4畳半の狼でございました。また次回どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。